大野城は、かつて、尾張国海府軍にあった、日本の城である。愛妻指定史跡。1584年、蟹江城の市城の一つとして、織田信夫の家臣、佐久間信英によって築城される。天正12年4月、小牧、長久手の戦いでは、徳川家康側の城となる。同年6月、橋場秀吉は長期化する戦いを決するため、滝川和松。 茎をしたか引きる畑船を動員した水軍で、威圧しつつ、調略で、前田長貞が守る蟹江城を攻略し、朝廷の弟、前田長利の守る、貸城城、長男、前田長主の守る前田城をも調略した。しかし、佐久間信江の家臣で、大野城を守っていた、山口重政は母親を人質に取られたが調略に応じなかったため、 滝川らは、大野城を攻めた。山口重政は城を守ったが、落城寸前まで追い詰められた。急を知った、徳川家康、信夫らが軍を率いて、大野城付近に急行したため、攻めては、包囲を解いて引き上げ、大野城は、落城を免れた。滝川らは、蟹家城に、久喜勢は貸城城に籠もったが、家康と信夫の軍はこれらの城を呼び、 カニエ城を次々と攻略していった。この間、大野城にエ康スの本陣がかた。この戦いが小牧長久手の戦いの数勢に決着をつけ、和儀への流れが形成されたと言われている。廃城時期は不明だが、天正13年11月の天正大地震で大きな損害を被っていることから、そのまま廃城にされた可能性が高い。屈曲した大前川の右岸。 水田の中が当時の定石である。遺構はほぼ滅出し、定石を示す石碑が立っている。愛妻氏の史跡に指定されている。ありがとうございます。